回の企画は古き良き日本のお正月ゲームで対決、福笑い王決定戦。続いて愛理ちゃんの挑戦です。愛理ちゃん、意気込みをお願いします。はい、私は絵を描くのはそんなに得意じゃないんですけど、うん、もうこれはすでにパーツがあるので、うんうん、載せればいいだけってことでできるかなと思います。難しいよ。難しいって。でも行きましょう愛理ちゃん。はい、では目隠しをお願いします。はい、うわー、目隠し夢だったんですよね。いい顔をしてるからね。いいですか、うん、それでは愛理ちゃんスタート。はい、あ、本当だ。そうそうそう、何がどこにあるか全然わかんない。これは、長い。長い。眉毛ですかね。なんかでも形が一緒だ。なんかちょっとなんか真正面見えてる。面白い。え、真正面ってどこですか？自分を見失ってる？どういうこと？福笑いってとりあえず、え、ちょっと教えてください。はい、お、あ、でも、もうちょい上かも。上？うん。気持ちいい。はい、いいんじゃない？ああ、いい。いいですか？目は、お、目は？さっきの下に置けばいいだけなんで。そうそうだ。でもさっきの眉毛がどこに映ったのか分かった。ああ、すごい。すごい。ああ、どこら辺ですか？もっと下、上、どっちですか？ああ、そんな綺麗になるんだね。え、めっちゃ揃ってますね。すごい変更。うん、等間隔ってこういうことだ。うん、よし、ニコニコしてる。それはもともとです。え、こっちかな、鼻。お、わかんないな。お、お、どこい？うん、あ、もうちょっと左手だい。あ、あ、いいっすね、いいっすね。いいんじゃないですか？もうちょっとだけ右下に移動してもらって、こっち、もうちょっと下、こう、はい、こう、そこですね。本当に、ああ、いい人だね。ペア組んだからかな。はい、じゃあ信じて。俺は誰が一番悪いやつか分かったよ。はい、終了。はい、では目隠しを取ってください。はい、どうぞ。先生、もう俺いい感じ。悪いやつやめて。悪いやつ、誰か分かった。悪いやつ、ピンクのやつが一番悪い。そんなわけがない。でも確かに、なんかささやきが聞こえるんですよ。上手なんだよな。はい、あの映像見てもらえれば分かるんですけど、リンカティンが多分この悪さに MVP になってくる。顔をはみ出してますからね。あの右下って言ったのリンカティンだから。続いてはリンカティンの挑戦です。意気込みはいかが？はい、リンカティンです。普段アイドルをしていて、ライブ前とか時間ない中、可愛いを作るのにすごい早いんですね。バーってメイクとかしちゃうので、うん、この福笑いちゃんも早く可愛く作ってあげようかなと思います。なるほど。それではスタートです。3個あるから、これは鼻ですね。へー、あ、3個ある。どういうこと？この鼻の穴が、鼻の穴は2つだこれ。これくらいね。これはリップ。リップが、ここが2つ分かれてるんで、トップですよね、リップの。トップ。そこで判断すればよかった。可愛いを作るって言ってたよね。はい、可愛いを作ってあげたいです、この子のために。いいな。ね。横から見たらすごい、ヘッピー腰だけど。確かに。折り目。目って、これぐらいです。垂れ目。うわ、もうでも、ベストだね。いいよ。いい、素晴らしい。信じますね。こっち見ないでほしい。面白い。似合う、本当に似合う。すごい素敵な顔で似合ってる。それでライブ出てほしい。え、本当ですか？やってみようかな。これが眉毛なので、はい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 。あ、この辺ですか？この辺でいかがですか？いいんじゃないでしょうか。はい。
お、すごい圧がいい。はい、お、どうですか、終わりですか。すごい、あら、はい、最後にシャッフルしなくていいですか。いいですか。シャカシャカってなってる。いいですよね。はい、ではリンカティン終了です。はい、目隠しを外してください。はい、すごい。わかりました。ちゃんと早かったですよね。ちゃんと、すごい、割と早かったですよね。やったの挑戦者は島田レオです。レオ氏、意気込みを。頑張る、頑張るんだ。では行きますよ、スタート。スタート、イエーイ。へー、目をそこに置くタイプなんだ。目じゃないよなこれ。目じゃないよなこれ。目じゃないよな。そうですね。ここに鼻がある。結構人中長いよ。人中長いってレオチ、うん、本当。じゃあもうちょい上だね、うん、でもさ、人中こんな人中1センチみたいになっちゃうこれ。素敵、人中1センチ。おー、面白い。なんかもうちょっと反応してよ。合ってるか、目が近いかも。目近い、そんなことないよ。待って、目どこ行った。目どこ行った、マジで。目どこ行った。もう伝えてください。目、目なくね。誰かに聞いたら。口でしょ、鼻でしょ、こう行ったら他に出てる。この鼻から 1,2,3 この辺できた。おお、ぐっちゃぐちゃだね。本当か。いいのか、終了でいいのか。終了でいいのか。体でやってください。では目隠し取ってください。おお、まあまあ、うん、いや悔しいです。まあ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 、あの綺麗ですね、これは綺麗。ぐっちゃぐちゃって言ったので、あ、うまくできてるなって思いました。結果発表。はい、6人の福笑いが完成しまして、私が審査させていただきました。それでは優勝者を発表したいと思います。上手にできたのは島田レオです。レオシャツね。俺今こうやってやりながら、あー待ってもらえなかった、やだやだやだって思ってたよ。思ってたでしょ、うん、でも今回事前にスタッフさんに言われてた審査基準がですね、はい、あの上手にできたかで見てくださいだったので、うん、まあ面白くとか、その頑張ってたとかって、待って待って面白くなくて頑張ってなかった。普通だったってことなんですね。純粋に福笑いがちゃんと完成してたかという基準だけで選ぶと、まあやっぱレオさんかなと思いますので、レオさんにはアマゾンギフト券5000円分が贈られます。やった。確かに上手だったもんね。そう、なんだかんだ言いつつ、一番の口の位置とかが一番上手だったのかなとね、そう思いました。というわけで以上、古き良き日本のお正月遊びで対決、福笑い王決定戦でした。